ねえどうしたの、心決めてないの、まるでさよならを言い出すような怖い顔してる。みんなとの明かり見えるタワーのレストランで8時にワインで乾杯をして、二人は指輪を交わしましょうと言い出したのはあなたの方よ。ねえ微笑んで、そうやっぱりあなた素敵よ。ねえどうしたの、あなたらしくないわ、まるではにかんだ子供のようにおしゃべりもせずに、潮風頬に受けた外国船のようにシルクのドレスで着飾る夜に、二人は明日を公園で、そうやっぱりあなた素敵よ。ねえ公園で、そうやっぱりあなた素敵よ。絵本のお店を覗いてる、銀色バッグにスカーフで、ろくな感じの女の子、あの子はモデルで売れている。私の恋の値段が覗いた。ベンチで針金くるくると曲げてはイニシャル作ってる、ソフトクリーム食べながら通りの向こうを歩道橋、あの人やっと現れる、待たせてごめんと言わないで、いたずら小僧のような目で
私をいつも悔しくさせるの。一人で駆け出して